はい。すいません。ちょっと余計なこと言った。いや、大丈夫です。すいません。はい。他社と比べて通信料からの直接の割引じゃないので、ちょっと私がっかりした感じはあったんですけど。ああ。田中社長はご自身の。あれね、現実的にはどうかっていうと、例えばスマホでデータチャージするときも簡単にできるのに、みんなコンビニ行ってお買いになられるじゃないですか。同じアナロジーなんですよ。僕らもびっくりしたんですけども、ウォレットを持ってる子供と全部お支払いする親との間は違うんだよね。だから僕ら別にポイントで返したってほとんどそのまま一緒なわけだから、そっち側の方が利用用途が大きい。でもポイントは何かって言ったら、通信料でも引けるわけだから効用的には変わらない。だから大人の世界のイメージと現実の世界のイメージってやっぱり違うよねっていうのがやっぱり発見。その点ユーザーってもう紙で請求書が来なくなったので、いくら払ってるかもいまいち分かんなかったりとか、割引されても多分認識できてないと思うんですけど、その辺こう今回ポイントを付与する上で、その気づかせる努力ってどうされていくんですか？いや、これもっといろいろプッシュをしなきゃいけないし、やっぱりギフトするときにはなんかこう通知みたいなことをしなきゃいけない、そうすることによって実際そのネットで買う人ばっかりじゃなくて、でお店にも来てもらえればお店の人も喜ぶし、そういうこうエコシステムを作っていかなきゃいけないと思ってるんですね。で、さっき その請求書の話も、その見ない人と見る人がやっぱりいらっしゃるっていうことはやっぱり気づきでしたね。今日ショップスタッフと本当に結構いろいろやってみたんですよ。でどんどんこう増やしていくんですけど、500店舗ぐらいまで増やすんですけども、やっぱり気づきがある。どうしても僕らも、メディアの人言うのもなんだけど、やっぱり向こうまで行って話を聞かないとなかなかうまくいかないなって思ってます。で、例えば今日エクスプレスレーンの話、パスポートの話もさせていただいたんだけど、このやっぱりやると店舗に負荷になるんじゃないかなっていうところあるじゃない。要するにパイで受けてるのを区分するわけだから、でこれをなんとかうまくやらなきゃいけないっていうふうに思ってるんですよ、負荷にならないように。でそれは何かっていうと、僕なんかも極端なんですけども、もうあまり説明いらない。僕は提供者であるから、もちろんなんだけども、やっぱりそのリテラシーの高いスマホを昔から使ってる人はもう店に行くときに全部決めちゃってるわけだから、余計な説明しないでよと、書き身もいらないっていうのが本音なんですけども、それをやっぱり一律で対応するっていうのは限度だから、本当に、いや、かといってお客さんは、シニアの方とは限らないんですよ。これがどっちかっていうと40代本当に前半で、もう聞くことが恥ずかしいっていう人に対してやっぱり説明するインサイトを抜き出すっていうのが非常に重要かな。やっぱりいろんなプロファイル、あなたは40代だからもうスマホは分かってるだからっていうとやっぱり問題だけど、今日の 80% って言ってもあと 20% の人はやっぱりちょっと恥ずかしいっていう人もいらっしゃるんで、そういったきめ細やかなことができればいいな。でもこれってやっぱりショップスタッフと一緒にないとできないわけじゃない。だからそれってすごい大変なんだけども、やっぱり一歩ずつ進めていかなきゃいけないな。でそうするためには宣言しないと、また田中さんそんなこと言ってくるとやってると違うじゃないのってなるんで、今日菅も出させて舵切っていこう。で急にはできないっていうのは分かってるし、全店舗がそんな風にきれいになるっていうのも時間かかると思ってんだけども、そのご批判を承知の上でやっていこうということです。どのくらいかかりそうですか？はい、まず今日女性がスタッフさんが立っていろいろ
CX やするこうセミナーとか実際コラボレーションやるんですけども、大きくまず500店舗はちょっと変わったなっていうところまで持っていきたいと思ってます。で、目標低いかもしれんけど、やっぱりインサイトがそうならないとなかなか変わらないと思うんですよ。特に秋はまあいろいろとなんかあるじゃないですか、イベント。だから、まあ、時間かかるけど戻らないようにしようっていう強い意志です。端末の第2弾って何ですか？それ言うんだったらここに入れてますよ。少しまたちょっと、まあ一緒に発表すればいいっていう話もあるんだけれども、少し特徴のあるものなのでちょっと別にしたかったっていう。夏の商戦が、まあ、あんまりないって言われてる中で、うん、ここに第1弾第2弾でどんどん出していく理由って何かあるんですか？というか秋はなんか話題が一つになっちゃって、なんかやっぱりその方がいいじゃないのと思ってんすけどね。先にじゃあ、うん、iPhone より先にこう出していっちゃうっていう、うん、だから本当言うとこう提供者目線で言うと数を少なくして1台の量を増やした方が単価が下がるっていうのはあるんだけれども、それって本当にそうしちゃっていいのかなっていうのがあって、ちょっと記者さんも少し多すぎんじゃないのと思われるかもしれんけど、いや、その実質ゼロ円がなくなったことでその在庫を履くのが難しくなってくると思うんですけど、そうですね、これだけ端末数増やされるとやっぱりその辺在庫管理をどうされるかって結構難しいと思うんですけど、うん、まあ、そうですね。だから本当によく考えてやらないとおっしゃるようなことがあると思ってんですね。でもやっぱりこう在庫の問題ってこう提供者側の問題じゃないですか。だからなこと言ったってその維持するのは大変だったら少なくしていくかもしれませんけども、まあ、思いはチャレンジしようっていうことです。先ほどの日経さんの質問にあったポイントと現金ですけど、やはり使いやすさって au の中ではもちろんポイントは使いやすいと思いますけど、現金の方が汎用性が高いのは、まあ、それはもう常識であって、でそもそも総務省の議論も家計に占めるですね、世帯の負担、通信料金の負担が増えてくるっていうのは問題視されてたと思うんですが、料金そのものの下げる方向では今後も検討していかないという感じなんですか？料金の見直しはお客さんのニーズに合わせてやっていくつもりです。総務省さんのいろんな議論というのはそれはそれなりにポイントポイントでは正しいことだとは思うけど、本当に正しいかといったらそうでもないよね。みんなやっぱり安く端末買いたいという人は方がマジョリティじゃない。だからそれはまあバランスを取らなきゃいけなくて、ここで例えばいやそうだって言ってやってみんな不幸になっちゃダメだと思ってて、できるだけ今日もメッセージと言いたかったのは、お客さんここ違うんですよ。お客さんはそれぞれ、例えばもう 80% みんなスマホ何年前から使ってガンガン使う人もそうだし、もうガンガンなんか機種変したいわけですよという人と長い間使う人は違うんだから、一律で議論しちゃうと間違っちゃうよと思ってて、まあいろんなことをおっしゃってることはできるだけ自分だって消化して反映していきたいっていう話です。ポイントと月額下げるっていうのは形状はあんまり変わんないですよね、ちょっとしか。本当にでもそれだったらダウンパイプになって、まあ、あなたたち安い回線だけ提供すればいいんじゃないかっていう生き方と、もう一つはせっかくスマホっていうものがあるわけだから、いろんなアドオンサービスをつけて、まあ、それが一律にならないように、まあ、少しでもワクワクと感じられるようにしていくのと両方あると思うんですけども、まあ、僕らは後者の方を選ぶたいと思うし、実はグローバル見ても同じなんですよ。実は二極化してるんです。でどっちがいいのかなっていうと、我々は意思を持って後者を選ぶ。だって僕今日申し上げたですけども、 IoT をやっぱりみんなやりたいわけじゃないですか。 IoT の端末だけでどうやって売るんですか。
それはアプリケーションとか使い方とかベネフィットがないと展開なんかできないじゃないですか。だからまあサービスの方にまずジャンプしてもっと分かってからやろうっていうんで保険とかやっとんですけど、結構ね意外と数が出てるんです。なんでかっていうとやっぱりその身近なんです。僕らそれはすごい嬉しかったね。その au ショップでなんで保険売るのって思うじゃないですか僕らは。ところがお客さんはそうじゃない、だって身近にある、ごめんなさい、身近にあるのということをやっぱり理解すると保険って今まではこうだったのに。でもう一つ、今若い人って保険入らないですよ。僕らの時代って会社に入るとなんか保険の人にもう入ります。今の人は入らない。で結婚したとか子供を産んだ時に考え出す。その時一番身近なのって何なのっていうことをまだまだ自分らも不十分なんだけどもやっていかなきゃいけないと思ってて、できるだけこうなんですかね、確率的にならないようにちょっと努力していきたい。不十分なのは批判はもう受けるんですけども、そうしないといかないと思ってます。ぜひともご理解を触れないように、はい、はい、海外の980円のあれ結構よくいいですか。結構いいと思ったんですけど、 なぜこのタイミングで海外なのかというか、いきなりそのチェンジとして、まあ、僕らはありがたいんですけど、なんで海外なんだろうっていうのはちょっと素朴な疑問だったんですけど、本当に昔から検討してるこれ。でもこれもダメ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 っていうのが何回も繰り返して、で結構ここまで来ちゃった。去年の夏にやろうと思ってたのになんで1年もかかるんだっていうと、結局のところね、24時間っていうのがね結構あれでしょ。で実は海外と国内っていうのは料金を分ける、もっと明確に言うと今まではそんなことを考えずにデータ量でいくら額を下げなさいっていうのがあれだったんだけども、みんな国内のデータの料金の冷凍のままでプラス980円スイッチ押しあと何時間って分かりやすいでしょ。ここまで来るのに結構時間かかる。で時間かかっただけ本当に結構真面目に考えた、あれ結構いいはず、地味な良さ、でせっかくだから毎日つけちゃおうかな。すいません、今回 の、はい、料金、総務省の要求と au 経済圏を広げていくという自社の目標、うまくこう、そうですね、両立されたなという印象もあるんですけど、今後もその、値段の 見直しですとか続けていかれると思うんですけども、そのポイントで還元するっていうのは、これ今後もその一つ鍵となるかな。そうですね、割とポイントが回るようにしたい。自分らのとこだけじゃなくて、まあ、マスカード使えるとこでも使えますから、別に僕らにとってはキャッシュアウトなんですけども、できるだけ分かりやすいようにしてしていきたいということで、まあ、ポイントに揃えていく、いろんなルールでできないってことがあったら、まあ、それはその時は仕方ないんですけども、というようなことを考えています。はい、長期ユーザーの重要性、はい、結局こうお客さんもいろんな方がいらっしゃって、はいはいはい、おっしゃってましたけど、そういった中で競争関係も変わってきますが、そういった中で長期ユーザーの重要性って改めてどんなふうに考えてますか。そうですね、でどうやってやっていこうかなっていうふうに結構考えてて、そうすると、まあ、ポイントバックっていうのは当然あるんですけども、もう一つはポイントバックだけじゃなかなかこう来ないと、不思議な話で。で、まあ、ギフトも追加してそれぞれのタイミングではなんかこう晴れの日なんて言ってましたけども、リマインドしてもらうようにやっぱり意識を持ってやりたいっていうんで、まあ、ああいうものを付け加えたってことですね。つなぎ止めのためにかなり、つなぎ止めっていうとなんかねあれなんだけど、タッチポイントを維持したいっていうことなんですよ。キャリアがタッチポイントを失うと土管屋になる。だからお客さんは来てもらうことがありがたいことだし、なんかご指導で電話いただけることがありがたいことだと思わないと、もう土管屋さんでなんか
安く提供してください MVNO ですみたいな感じになっちゃって非常に良くないなと思って、まあ今日のラインナップもそうですけど結構意思込めて、まあ、在庫いっぱい溜まったらまたいろいろ考えなきゃいけないですけど、まあある程度はチャレンジっていうことに思ってます。また閉めるでしょう、それ売れ残ってるとかって、はい、すいません、どうも今日は本当にありがとうございます。すいません。